少年は10歳の時、並里選手に出会った。スーパースターに会った瞬間、体が震えた。少年は並里選手と同じ沖縄のコザ中学に入った。少年の名はハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア。ハーパーは並里を追いかけてバスケットの名門福岡第一高等学校に入学。心に決めた。並里選手を追いかけて追いかけて、いつかは超える。現在群馬クレインサンダーズで活躍する並里選手と同じ舞台に立ってみせる。2023年1月11日、少年の夢が叶った。並里選手に出会ってから10年の月日が流れていた。寒いっすね。めちゃめちゃ寒いっす。沖縄から来たんで。今季、群馬クレインサンダーズに特別指定選手として加入することが決まった。そうですね、自分は成田さんに憧れて、また成田さんの元で教わりたいなと思ったんで、ずっと行きたいなって思ってました。ハーパーの緊張が伝わってくる。やっと憧れのスーパースターと同じチームに入ることができた。そこへ並里選手が現れた。感慨深いですね。最初に知り合った頃は彼はまだ小学生ぐらいだったので、まあなんかもう大学生まで来て、こういうプロの舞台に来たのかっていう、はい、なんか不思議な感じですね。最初からバスケ始めた頃からずっと憧れてた先輩選手なんで、まあ、すごくだから中学も、まあ、高校も成田さんが行ったから自分が同じルート行ったって感じで、キングス入ったのも、まあ、成田さんみたいになりたいっていうのがあって、まあ、今年群馬に来ることになったのも成田さんがいるっていうのがあって、いや嬉しいです。なんか僕を目標にしてやってくれるっていうところはやっぱり僕のプロキャリアの中でも一つやりがいの一つかなとは思うので、同じ地元で育って、でこうやって高校も県外に出てきて、でここまで来てるので、まあ本当に自分のことのようにサポートしていきたいなと思いますし、本当に頑張ってほしいなって思います。1月29日琉球ゴールデンキングス戦、私たちは目を疑った。ロスターの中にハーパーの名前が入っていたからだ。ハーパーは並里と同じ舞台 B1 の試合に出場。ハーパー選手のデビュー戦となった。並里はそっと背中を押した。さらに驚いたのは、ハーパーは司令塔として試合の主導権を持っていた。いつもの並里のポジションだ。新人らしからぬ度胸と風格を持っている。それは並里選手を彷彿とさせた。これも並里選手がよくやるロボピックのやつですよね。それをね、ハーパーがやりました。では並里選手のパスを見てみよう。確かに似ている。2つの映像を重ねるとそっくり。そして観客が息を呑む瞬間が訪れた。
ハーパーが波里にパス。すると波里はハーパーへパスした。この瞬間を少年の頃よりハーパーは夢見続けた。苦しい練習を続け、波里選手を追いかけた。そして今、その夢が叶った。試合後、波里選手は10年前のことを思い出していた。まあ本当に彼が努力してきたことがこうやってまあ憧れていてもらっているので、本当にこうやって一緒にプレーできる、でこの瞬間っていうのをやっぱり共感できたので、彼と、なんだろうな、この、まあ、本当にバスケットに感謝してます。まずは彼とバスケットに感謝。記者会見で波里はハーパーについてこう語った。間違いなくスーパースターの道を辿っていくと思う。少年が憧れたスーパースター、波里選手が、ハーパーは将来スーパースターになると言った。少年の夢はまだまだ続く。